皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、中国包囲網、参ります。よろしくお願いします。はい、えー、現在ですね、アメリカ大統領選挙に関与しているんじゃないかというその影がですね、日に日に色濃くなっている中国共産党でありますが、えー、私はですね、えー、この、 中国共産党の選挙介入、まだ証明されてはおりませんけれども、私はあると思ってはいます。で、えー、これがあったとして、中国とアメリカの二国間の争いというふうには、私個人は捉えておりません。これは中国共産党が自由主義の世界全体に仕掛けている戦争だというふうに、個人的には捉えて、 おります。で、えー、これはですね、中国夢という書籍でもそうですし、えー、習近平さんが中国の夢という,う演説を行った内容でもそうですし、そして私がですね、大学院で国際政治をやっていた2000年ぐらいですね、今からもう10、20年近く前になりますけれども、 その当時すでにその国際政治の先生がですね、中国には100年マラソンという戦略があるっていうことをもうすでにその当時おっしゃっていたんですね。で、建国から100年かけて、このアメリカを追い抜いて、世界のナンバーワンになる、そういう気の長い戦略を実は中国というのはやっている、侮れない国なんだということをおっしゃっていたんです。で、その当時はですね、まあ、 あの、こんなことになるとは思ってませんので、ああ、そうなんだっていうぐらいで聞いてたんですけれども、ここ、ここにまあ、至りましてはですね、えー、本当に、えー、阻止しないといけないというような気持ちがあります。ただまあ、一回の、あの、おじさんにできることというのはまあ、限られてはいるんですがあ、そういった認識はですね、持ちながらやはり生活はしたいなと思っている次第でございます。 はい。で、えー、中国が仕掛けているというのはですね、西側諸国が思わば、まあ、主に歴史上作ってきた、その自由とか人権とか人間の尊厳が、えー、一人一人にあるんだよというこの考え方ですね。この考え方にとって変わる、えー、選ばれたエリートによるう優れた統治、えー、つまり中国共産党にの価値観による統治で、 世界をひっくり返そうとしているということでございます。で、えー、まあ私の世代だけで言えばですね、じまあ、というか私だけの個人のことで言えばもしそうなってしまったらですね、それはそれでおそらくその価値観の中で嫌だなと思いながら粛々と生きていくんじゃないかなとは思いますがあ、次の世代、子供たち、 道を歩いてて、買い物に行ってスーパーで見かける小さな子どもたち、お母さんに抱かれる赤ちゃんですね、その子たちの住む世界が、今の香港のような状況ですね、弾圧を受けて、そして今の中国のような状況ですね、習近平さんのポスターに、墨をかけただけで言葉が喋れなくなるぐらいまで薬打たれるような、そんな国、そんな環境を残したくないと。 というのはこう、よくわかんないです,ですけども、すごく思うわけでございます。はい。ということで、えー、この中国共産党の企みに対してですね、日本はできる限りのことをしなければいけない。もちろん尖閣も含めたですね、領土、領海を守らなきゃいけないというのももちろんありますが、もっと大事なものを守らなければいけない、 戦い、そのための中国包囲網だという認識がございます。で、その上で、えー、まずこちらのニュースでございます。はい、フランスでございますね。はい、11月の29日から12月の1日まで、えー、フランスのですね、海軍のトップの方あ、ピエール・ベンディエさんという方ですね。 えー、参謀総長がこちらの方がですね、えー、日本を訪問していたみたいです。はい。そこでですね、えー、今、えー、日本の安倍さんが主導して行った日米合意の、お、いわゆるクワットと呼ばれる自由で開かれたインド太平洋構想ですね。はい。ここに対して、よりコミットをしていくという、えー、声明を発表したということでございます。ただですね、 フランスに関しましては、ちょっとすいません。はい。ただですね、フランスに関しましては、実はトランプ政権になってからですね、すでに、えー、官邸をですね、もう南シナ海の方には何度も派遣しております。自由の高校作戦に、まあ、こうする形で、三角をしておりまして、えー、そしてですね、2019年、 ですが、このインド太平洋に対するです、ね、コミットを強めていくというのを政策として政策文書に盛り込んでおります、すでにですね。これが2019年の5月によりコミットしていくということを政策文書の中に盛り込んで戦略会議ですね、他国間との戦略会議で発表しているんですけれども、それがですね、インド、フランスとインド太平洋における安全保障というものですね。 はい、こちらの最新版の方で、より強いコミットメントを発表しております。2019年の5月、これを発表した同じ月に、す、え、で、ー、にですねア、アメリカ、日本、オーストラリアか、あの3カ国のお軍事演習にフランスも参加して、す、え、で、ー、に軍事演習、共同軍事演習というのもやって、 おりますのでフランスは実はちょっと前からですねこの中国包囲網に関しては軍事的にも一歩踏み出してきていたということになりますこれをさらに、えー、強化していくということでございますので、えー、今後ともですねフランスが参加するこの南シナ海やイ,インド洋での軍事演習というのは、えー、行われていくんじゃないかなと思いますはい そして次なんですけれども、次がはい、こちらでございます。イギリスですね。イギリスがですね、えー、日米の軍事演習にですね、なんとクイーンエリザベス、これ、あの、原子力空母になりますね、を派遣して参加するということが発表されました。来年になるそうですね、5月ぐらいだ、の情報が出ていたんじゃないかと。 いうふうに思いますけれども、はい。で、イギリスというのはですね、実は、えー、1968年に、この、まあ、インド洋とか南シナ海とか、あ太平洋ですね、えーまあ、日本寄りの方の太平洋、極東の方に対するコミットメントというのを、正式に放棄しております。で、えー その後、まあ、中東までは関与していて、まあ、バーレーンに、えー、今あ、軍隊も置いておりますね。アメリカの第5艦隊も確かバーレーンにあると思うんですけれども、アメリカとあのかなり強固な、えー、同盟関係を結んでおります。おそらくアメリカが一番強固な同盟関係の1位はおそらくイギリスだと思います。2位が日本だと思うんですけれども、えー、なんでアメリカと包丁を合わせてるような。 感じではありましたけれども、まあ経済的にですね、やはりうまくいかな、いっていなかったというところもあってですね、イギリスは非常に限定的な関与にとどまっていたんですね。かつては7つの海を支配したと呼ばれる国ですけれども、第二次大戦後というのは、あくまでイギリスの周辺のところに関与するにとどまっていた。 で、それを1968年に正式にもう表明をしたということになります。で、えー、2000年を過ぎてからですね、えー、徐々に徐々にですね、えー、ま,あまずは中東における関与を増やしていって、で、えー、その後ですね、えーに、アメリカというのは海洋国家、日本と一緒でございますので、日本にとってのシーレーンというのは、イギリスにとってのシーレーンでもあるわけでございます。で、やはり引き金はトランプ政権。 トランプ政権になってから中国に対するですね、その脅威認識というのががらりと変わりましたで、えー、冒頭に私が申し上げたようないわゆる価値観の対立貿易的な対立のみならず、えー、人が生きていく上での価値観の対立というのを、えー、アメリカは認識しましたトランプ政権においてですねで、 アメリカとイギリスというのは、まあ、ファイブアイズと呼ばれる、ウクサ協定というんですけれども、情報共有協定を結んでおります。えー、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ああ、ニュージーランド、カナダですね。で、えー、うく協定というのを結んでおりますので、そこで情報共有がされているというふうに思いますが、ああ、イギリスもどんどん厳しい認識になっていきました。で、 えー、最終的な引き金というのはこ、このニュースに至る引き金というのは、やはり香港問題であろうかなと思います。えー、中国は完全にイギリスを裏切りました。もうバカにすると言ってもいいぐらいな香港に対しては措置であります。で、えー、イギリスもやはりここは黙っていられないということと、アメリカと情報共有していたことがリアルなんだということに本当の本当に気づいたんじゃなかろうかと。 いいうふうふに思いますでただ、ですね、えー、イギリスが、えー、どれぐらい関与するかというのは専門家はかなり疑問の目で見ています余裕がないんじゃなかろうかというのが、まあ、大雑把に言うとその理由になりますけれどもそれでも、それでも日本はイギリスに関与してこのインド太平洋エリアに対するコミットというのを求めていく。 べきだということでございますが、その理由になるのが NATO でございます。NATO、北大西洋条約機構ですよね。NATO というのは、まあ、あの、ヨーロッパの軍事同盟になります。えー、集団的安全保障をする軍事同盟になりますが、その NATO の中に、えー、ジョイントエクスペンディショナリーフォース、 というのが、JEF というのがあります。日本語で言いますと、統合遠征部隊、統合遠征軍とも言いますけれども、ここを統括しているのがイギリスでございます。で、現状ですね、このお遠征部隊というのは、統合遠征部隊というのはですね、えー、いろんな各国の軍を,を統合したあ、まあ、部隊ということになって、 え基本的にはそのヨーロッパ、あまあ、主にはその、ロシアですね、えー。ロシア相手のところに、現在はその、まあ、配置されているといったような状況ではあるんですけれども、元々の意味は遠征軍なんですね。で、これがをイギリスが、あまあ、 ああ、統括しているということで、このイギリスの関与を実はですね、こう、持ってくるというのは、ヨーロッパ全体の関与を持ってくることにも、つながってくる可能性がある、ということでございます。で、昨今ですね、EU というのは、台湾へとのつながりというのをどん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 深めていっております。それは、反中国の、 姿勢を鮮明に、どん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 鮮明にしてくるとともに、サプライチェーン、違うサプライチェーンを作るために、台湾との関与を深めていっているという状況です。その文脈で言っても、今、イギリスをどんどんこちらに引き込むというのは非常に大事じゃなかろうかなと思います。はい、えー、7つの海をかつてですね、えー、支配したと呼ばれる国でございますが、 今度はですね、この自由を守る正義の一国として、もう一度大海原に飛び出ていただきたいと思う次第でございます。はい、本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。